ここは台中市の水壇中央公園です。操縦国慶節の花火大会の会場です。予行演習を前に市民が早朝から花火が見れる場所を確認していました。風向きからしてここが良いと思います。黒い服を着た作業員が火薬や設備を点検しています。急な天候の変化に対応するためかテントも張られました。台中市は水水リサイクルセンター 大石公園、盛大豚公園、文州公園、そして北側の飛行機駐機場を鑑賞エリアとして進めています花火大会当日は中央公園周辺に50万人が訪れると見込まれていますある議員は交通や人ごみ、鑑賞スポットなどから試験システムが必要であると話しています またある議員は今回の予行演習をもとに鑑賞スポットを多く設けるべきだと話しています当日の風向きが北西の風とすると中央公園は花火の落下地点となり規制が行われるかもしれません 台中市は花火が台中市周辺の県と市でも鑑賞できれば、まさにみんなで宿化するという本来の目的を達成できると話しています。花火大会の当日は MRT、バスの本数を増やすと発表しており、公共交通機関を利用するよう呼びかけています。